DS BDS。スイートキス味、珍しいです。これ買ってみましょう。なんかレモンと蜂蜜が混ざったような、あと歯磨き粉を混じったような、二度と飲みたくないような味です。これスイートキスチュリオ。川に着きましたね。こっから先多分チャリね、チャリで行けないっぽいっすね。階段登んないといけないんで、このチャリをねどうするか、ってことなんでね、日光東照宮着きました。正直もう寺とか興味ないんで、もう着いたってことにね意味があると思うんで、ちょっとすぐ帰りたいと思います。今から帰りたいと思います。長い旅でしたね。でこっから結構近くて2時間ぐらい着きます。はい、ってことなんでね、帰ってきました。日本に、日本じゃなくて東京に。めっちゃね体焼きました。見てください、ほらめっちゃ焼けてんの分かりますか。いやめっちゃ辛かった。まあ一日でね、日光まで行けたのが強かったっすね。もう一日で150キロ行ったんで、はい。で、結局日光行って、チャリね、ちょっと、もう置く場所なかったんで、もう郵送しちゃいました。はい。で、結局もう神社で何もしないで、速攻帰ってきました。で、まあ目的はね、まあ、まあ果たせたと思うんで、日光まで行くっていう目的が、果たせたんで、はい、もうそれはもう良かったと思います。まあ、自分探しのためにね、まあ、東京から日光まで行ったんで、まあ見つかったんじゃないですか、自分の何かが。まあ地球がね一つだってのも分かったし、空が一面だってのも知った。で自然がね日本にはたくさんがある。はい、ということでね、いい息抜きができました。今後ともね、頑張っていきたいと思います。PDS 株式会社。77.2 です。77.2。いや今思ったんですが、体重の方がね、1キロぐらい、はい。しかもあれ取ったのが朝なんで、多分また明日朝取ればね、多分体重がめっちゃ落ちてますね。まあ、大体1キロちょっと。まあ飯もねちゃんとしっかり食ってたんで、それでも1キロ落ちたんでね。なんか痩せたい方がいいんだったらね、ママチャリでどっか逃避行した方がいいと思います。